DBC レースから来ました小野弘正と申します。そうですね、一日の今日長い、講習会なんですけども、一応ようやく最後のセッションということで、皆さん非常にお疲れなところかと思いますので、私のセッションはなるべく、考えることも必要なんですけど、手を動かしながら、いろいろ考えていくと、使っていくと、使いこなしていくと、そんなようなセッションにしたいと思いますので、ぜひともお付き合いください。で、こちらですね、講習会の私はスライドがありませんで、全部講習の内容はウェブサイトに上がっております。なので、この、ModDB の、AJAX49 のページ、このページをたどり着けないと、なかなか話が難しくなりますので、ここにたどり着けてないという方は大丈夫ですかね。はい、でここのですね、下の方に、今日のプログラムがあるわけなんですけれども、ここの一番下に、タイトル遺伝子発現 DB 解析ツールの紹介ということで、リンクが貼ってありますので、こちらから進めていきたいと思います。で、このウェブページの、今もそうなんですけど、リンクがこう貼ってあります。で、リンクをクリックすると、そのページに上書きして飛んでいくページが表示されちゃったりするので、この今回の私のページありますけれども、このページを一応残しておいた方が、これに沿って進みますので、あ、どこ行ったんだ、どっち行った、こっち行ったっていう風になってしまいますので、なるべくこうリンクを開くときはですね、例えばこれですね、右クリックをしてこんなメニューが出るかと思うんですけど、リンクを新規タブで開くというようなことをすると、元のこのページは残ったまま右側にこうリンク先のページが出ますので、こんなような感じで進めていかれると、プロトコルがどこに行ったか分かんなくなっちゃう、もう一回 ModDB で検索してなんて結構めんどくさいですので、ちょっとしたノウハウですが、こういうのを活用していただけるといいかと思います。で、私、どういう人間かということを、一応こんな感じで書いてますので、ご興味ある方はちょっと見ていただければなと思います。それでですね、もう一番この上はですね、見出しというか目次になっておりますので、今日こんなことを大体やるんだなというのが、ざーっと見ていただけて、分かるかと思います。で、パッと見渡してみてですね、あ、なんかこれは知ってるなとか、あ、使ったことあるなっていうようなものも、皆さんの中にもいらっしゃるかと思いますけれども、そういう方はどんどんですね、先に進む、あるいは周りの分からない人をこうサポートしてあげるというような形でですね、ご協力いただけると幸いです。はい、それでここポチッと押しますとですね、講習に際しての注意とお願いということで、こんな感じで飛びます。それでですね、今回の講習なんですけど、今日全体を通してそうなんですけど、再三僕らがちょっと言ってる通り、このみんなでですね、ウェブサイトっていうのは同時にアクセスするとサイトにつながりにくくなることがあると。で、今こういうブロードバンド時代ですから、それはお前らの怠慢だみたいなことを言われる方もいらっしゃるんですけど、必ずしもそうではなくてですね、例えば Google とか Yahoo とかも皆さん日常的にもう使われてると思うんですけど、彼らがですね、サーバーに割いてるコストっていうのはもうとんでもないコストなわけで、それをですね、我々一応国からお金をいただいてこういう活動してますけれども、そういうレベルの研究所でもなかなかやっぱりそういう同時アクセスがガッと来た時にさばけるサーバーを常時用意しておくってのは結構大変なことですので、ちょっとその辺ご容赦いただきたいなと思います。ということで A の、こういうことなんです。なので、先ほど申しましたけれども、資料を見ながらこうちょっと自分でできそうだなと、もう全部一からどのウェブサイトを開きます、ここをクリックします、ここをクリックしますみたいな形でですね、実験のプロトコールと同じような形で私の講習の場合書いてありますので、ちょっと分かる方にはちょっとバカにしてるんじゃないかぐらいのこう簡単さで書いてありますので、もう分かる方はですね、どんどんちょっと先に進んでおいてください。みんなで本当に一斉にやるとですね、前回の講習会は止まってですね、ちょっと大変なことになりましたので、
まあ、今日はどうかなというところで、前回はですねちょっと別のところでなんか講習というか授業があったとかいう話で、もともとのサーバーが全部落ちちゃって大変だったみたいなことがあるんですけれども、まあ、今日は多分大丈夫なんじゃないだろうかという気はしてるんですが、まあ、念には念をということでご協力ください。で、まあそうは言ってもですね、このサイトの反応が悪い時だけっていうのもちょっとあるので、そういう場合はですねちょっとタイミングをずらしてこう実行する等々してみてください。で、一番良くないのはこう反応がないからといってですねこう何回もこうリンク先を連打してみるとかっていうことをするとですねもうますます繋がらなくなるということですので、まあちょっと2時間ぐらいあるんですけれども、まあ、おおらかな気持ちで臨んでいただければなというふうに思います。で、あと一つまあ大事なことなんですけど、分からないことがあったら挙手にてスタッフにお知らせくださいと。今日ですねちょっとスタッフが3人、私含めて3人しかいないんでちょっとあれなんですけれども、基本的に本当にハンズオンで私の会話進めていくので、1個分かんなくなると多分全然ついていけなくなっちゃう感じになりますので、ぜひともですねその都度で構いませんので、私に見えるようにでもいいですし、後ろの方にスタッフ2人おりますので、ぜひちょっと呼んでですねこれどういうことかということでインタラプトしていただければなと思います。はい。そしてですね、まあ、これから講習に入っていくわけですけれども、今回は遺伝子発現データベースと、ウェブツールの使い方っていうことなんですけど、まあ、そのやっぱりいきなりこう入っていくわけなんですけど、やっぱ前提知識、今日なんかは結構学生さんもいらっしゃるっていうようなことを聞いていましたので、まあ、プロの研究者になる前の学生さんもいらっしゃるっていうことなんで、ちょっとその辺ですね、基礎知識としてこう持っておいてほしいようなものっていうのをいくつかこのリンク先に用意してあります。まあ、中身はですねリンククリックして見ていただければいいんですけど、まあ、遺伝子ってそもそもなんだとか、遺伝子の例えば ID データベースの話をすると必ず ID の話が出てくるんですけれども、まあ、ID といってもですねこの千差万別で、まあ、どういう ID が例えばあるのか、この人は何を言ってるのか、何の ID の話をしているのかみたいなことがわからないとちょっとちんぷんかんぷんになってしまうところもありますので、ちょっとその辺自信がないなという方はちょっとこの辺をですね私がこうベラベラ喋ってる間にですねさっとこう目を通しておくとですねちょっと理解が少し深まるんではないかなというふうに思いますので、ちょっとこの辺を参考資料に出していますので、ちょっとこちらの方をご覧になってください。で、あとですね講習前にリクエストというか、まあ、どういう講習内容を望みますかみたいなアンケートがあったと思うんですけれども、まあ、それで何人かの先生にですね、まあ、次世代シーケンスにこうつながる感じでよろしくみたいな、そんなようなニュアンスのですね内容が書かれていたんですけれども、これですねちょっと考えまして、今回一応2時間枠があるんですけど、まあ、これをですねこう発言のデータベースからウェブツールを使いこなして次世代シーケンサーのデータを解析するとかっていうと、多分それで下手したらですねこう下手したらというかちょっと無理なんですね。1日でもちょっと難しい。で、今度ですねNGS 即習コースっていうのがこのまた NBDC からですね東京大学の門田浩二先生っていう方を代表にしてですね、これ2週間かけて一からもうプロになるまでやっちゃおうっていうコースが、やんちゃなコースがありまして、それをなんとですね2週間かかるんです。本当に右も左もわからない状態からもう NGS 解析俺はできるよっていう状況まで、まあ、2週間でやろうっていうちょっと野心的な、こういう1日の講習会とはまた別の通いで2週間でやるっていうところがありますので、まあ、そういったですね講習会も今後まとめがこう出ますので、まあ、今回のこういう、講習会の資料みたいにですね整理されて出ますので、まあ、そういった方を見ていただくのが一つあります。で、もう一つは我々のこういう1日の講習会でも、まあ、いくつか NGS と、まあ、それに関連するデータベースですとかツールの解説っていうのをやっております。で、直近ではですね先月松本でですね信州大学で、医学部でやったんですけれども、その講習会の時に、次世代シーケンサーとそれに関連するデータベースツールということで、1時間半ぐらいの内容なんですけれども、まあ、こんなような内容でやっておりますので、まあ、ちょっとこういうのを見ていただいて、これなんかもこれはハンズオンではないんですけど、
今我々が把握している例えばこの辺の参考資料なんていうのは結構まとまってというかこう参考になるんではないかなと思います。でそれ以外にまあ本当の基本的な基礎知識からですね、どういった解析ができるのかなんていうようなところまでこうバーッとやっております。のでこの辺をちょっとご参考いただければなと思います。で今日はちょっとあまりこの NGS データというところにはちょっと行き着かないので、ちょっとその点ご容赦いただければなと思います。それでですね、まあ最初にですね、発言データの前にちょっと何回か名前は出てきてると思うんですけれども、研究現場で頻繁に使われるデータベースでツールを知るということで、我々の DBCLS ではセンター始まってからですね、こういう統合 TV という動画サイトをやっております。でまあこれはまあ読んでもこのままで、生命科学分野の有用なデータベースですとか、まあ、ツールの使い方をそのウェブサイトに行ってからどうやってこう例えばマウスを動かしてどこでコピー&ペーストをしてみたいなところを全部動画でこう撮ってしまえば分かるだろう、分かりやすいだろうというところで活動をしております。で、まあ、何人かの、方がちょっと紹介していただいたんで、まあ、同じようなちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、まあ、こんなような URL でやっておりまして、最近では YouTube 版もあって、かなりこっちの方が、YouTube は皆さんもうなんていうんですかね、インターネットのインフラとして皆さん使いこなしてると思うんで、そういう動画のプレイヤーで見た方が見やすいっていう方もいらっしゃるようなので、あとまあ軽いとか、例えば DBCLS のサーバーが落ちてもですね、YouTube が落ちることは多分あんまりないと思いますので、まあ、こっちの方がバックアップとして非常に良いということで我々も活用しているところです。はい。で今回のですね、こういった講習会各所でやらせていただいてるんですけれども、まあ、こういった講義ですとか講習の、まあ、参考資料も含め、もうこうやって私今喋ってますけど、これを今録画をしているわけですが、まあ、これを後日ですね、皆さんが振り返れるように、今日例えば、まあ、来れなかった例えば友達ですとか同僚の方に、まあ、こんな感じだったよっていうのは、まあ、多分お話しするよりも動画出てたんで見といてとかっていう方がご自分の時間も取られないですし、非常にいい時間の使い方になるんじゃないかと思いますので、まあどうですか、1ヶ月以内ぐらいには今回のも上がるんではないかと思いますので、この辺をご活用いただければなと思います。で過去ここ以外にも他で喋ったやつもまあ古いんですけれども、内容もありますので、先ほどのこの NGS の話なんかも近日中にこういう講演動画が発表されると思います。で、ですね、まあ、今回その発言情報っていうところなんですけど、これもたくさんあってですね、その人の研究のフォーカスによってですね、いろいろ使うもの使わないものあるんですけれども、まあ、そういったものもですね、一応発言制御解析という、まあ、大きな括りでこんなふうにですね、これ統合 TV のインターフェースなんですけれども、まあ、こんなようなちょっと込み出しを用意してまして、まあ、こんなようなことをやるだろうという想定のもとですね、まあ、その中でもさらにこういくつか生物種が違ったりですとか、やり方が違ったりとか、まあ、もろもろあるわけなんですけど、まあ、ここからですね、ご自身が目指しているというか、その実際にやりたいようなものがあるといいんですが、なるべく多くの人が使えるように、僕らもそのなるべく一般的なツールをですね、ピックアップして紹介しております。ただまあ人的に足りないところもありますし、時間も足りないところもありますんで、全部網羅してるとはまだ胸を張れる状況ではないんですけれども、まあ、こんな感じでやっております。どうしてもこれは押さえとかなきゃいけないだろうなっていうのがもしありましたらですね、ぜひリクエストいただければ、幸いです。ということで、すいません、前置きが長くなりましたが、それでは早速ですね、進めていきたいと思います。で今日はですね、大きく2つテーマを持って、ハンズオンでやっていきたいと思います。まず前半はですね、1個1個の遺伝子
っていうものの、発言データ、発言プロファイルですねっていうのを調べるっていうようなモチベーションがあった時、まあ、それはどんな時だっていう、まあ、いろいろ人によってこう思い当たるところがあると思うんですけれども、まあ、例えばその論文を読んでいて自分の、ね、追っかけている遺伝子ですとか興味のある現象 の原因遺伝子なんかはもうそらんじていらっしゃると思うんですけれども、まあ、なんかそうじゃないちょっと分野を外れたようなところですとかあんまり耳なじみがないような遺伝子が出てきた時に、まあ、いきなり例えばパブメドで調べて現状論文当たって、うん、っていうのもまあ一つあるんですけれども、まあ、それ以外の その遺伝子を知る方法としてやっぱどういう遺伝子がどういう発現状況を示しているのかなんていうのが分かるとなんとなくこう働きなんかも類推できたりするというようなここの遺伝子の発現を調べたいっていうモチベーションがあった時にどういうデータベースウェブツールを使ったらいいかというのを紹介したいと思います。で1個目はですね、これレフェックスと言います。リファレンスエクスプレッションデータセットと言いまして、人とマウスとラットの遺伝子発現情報リファレンスデータセットということで、はい、これはですねURL がこういう形になっておりまして、見るとすぐ分かってしまうんですがこれ DBC ですが維持管理をしております。これ私作っております。で手前味噌の紹介になってしまって申し訳ないんですけど、まあ、結構便利なのでぜひ今回皆さんに覚えていただいてですね今後使っていただければなと思います。でですねこれは大体分かるよって大体分かるよって方はどんどんですね先に言っていただければと思います。実習1これですね、レフェックスを使って組織特異的遺伝子を検索する、まあ、こういうことができるわけです。まあ、それ以外にですねちょっと丁寧に説明をするとですね、このレフェックスっていうのは4つのその異なる実験手法っていうのがあります。まあ、EST とかって言われる昔からのレガシーな発現プロファイルを調べる方法ですとか、GEN チップこれはマイクロアレイの方法ですね、あと掲示法、RNA シーケンス、この辺はシーケンスをする方法ですね。まあ、この今現在4つあるんですけれども、まあ、こういう異なるテクノロジーでですね、測定された発現データっていうのを、今回はですね、40種類の正常組織を、40×4つをこう並列にですね並べて、遺伝子発現データを検索して閲覧できると、まあ、そういうサービスです。それでですね、このツールでできることはまあ何かっていうと、もちろんその正常組織における遺伝子発現データを調べるっていうことができます。でもう一つはその測定手法によってですね、そのある遺伝子の発現量っていった時でもですねだいぶ違う、実は違うっていうことが分かります。その違いを比較することができます。でまたもう一つはですね、今回これ実習にもなってますけれども、組織特異的遺伝子ってよく皆さんやられると思うんですけど、例えば肝臓特異的遺伝子ですとか、なんでしょうね、脳特異的遺伝子とかっていうような、そういうのを例えば論文とかでこうよく書いて、でポジコンとかで使われてると思うんですけれども、じゃあそれが本当にというか、まあ、それは本当なんでしょうけど、まあ、実際そういうバイアスがないデータで調べた時に実際にどうなのか、あとは皆さん見落としてるような実は私しか知らない組織特異的遺伝子が見つかるかもしれないみたいな、そういう検索ができるようになっています。であと一つはですね、まあ、これらをうまく組み合わせるとですね、その遺伝子発現解析などでこう見出された、まあ、いくつかのこう謎の遺伝子群みたいなのが出てくるわけです。まあ、そういう時に、まあ、それをこう並列に比較してやることですね、してやることでその機能ですとか、まあ、関係性、なんでこういう遺伝子が発現解析をした時に出てきたんだみたいな、でそこから何かこう仮説をこう思いついて実証していく、そういうようなフェーズで使っていただくようにこのサイトを作っています。というわけでですね、早速やっていきたいと思います。で、実習なんですけれども、この復習用というふうにこのテレビのアイコンがついてるんですが、これを押すとですね、こういう YouTube のリンクがこうあります。でおおよそこれを見ればですね、今回今できな仮にできなくてもですね、今日そのこの後研究室に帰ってないし、まあ、明日ご自宅でやっていただく際にも、こう私がこう喋らなくてもですね、こんなような感じで説明がこう
随時出ますので、もし仮に、ついていけないっていう方は、もうちょっとこの自分のペースでやりたいという方もいらっしゃると思いますので、まあ、この辺活用していただければなと思います。あ、すみません、ちょっとね、音が出るんで、ちょっとびっくりされるかもしれないんですけど、チャイムが最初になります。ちょっと授業っぽい感じで、ね、なりますので、はい、ということで、では早速ですね、これをポチッと開いてやっていきたいと思いますが、まあ、前回はですね、ここでもうトップページが開かなかったという悲劇が起こりましたが、今日は一応なんとか、どうでしょうね、皆さん大丈夫ですか、お手元の方でこれちゃんと開いてますかね。それで、まあ、今回の実習の内容は組織特異的遺伝子を検索するということで、一個一個の遺伝子はもちろん、この辺にこうですね、入れていけばですね、いいんですけど、ちょっと返事が返ってこないですけど、なんか例えばこんな風に入れるとですね、途中まで入れるとそれ以降の言葉が出てきたりするんですけど、ちょっとそれのレスポンスが遅い気がしますが、キーワード検索はもうこの辺でできます。で、今回の本題であるところの組織特異的遺伝子なんですけど、この2番目ですね、このなんか臓器のアイコンが10個並んでると思うんですけど、まあ、ここをですね、こうマウスオーバーしますと、まあ、大体この十分類の中にさらにこう、例えばこれなんか血管系ですねとか、こんな感じでです、あ、なんかちょっと時間差でこんな感じでですね、候補が、検索語がサジェストされますっていうのがちょっとさっきやりたかったんですけど、なんかだいぶ遅くなって帰ってきたんで、ちょっと皆さんが今真面目にやっていただけてるんで、ちょっとサーバーのレスポンスが悪くなりつつあるんですが、まだ生きてますので続けますが、そうですね、こんな感じで出てきます。で、今回はですね、このプロトコルに沿ってやればですね、調べたい臓器は今回は例として肝臓をじゃあ調べたいと、肝臓特異的遺伝子を調べたいよという時は、もう皆さん医学部の方なんで、もうすぐ分かると思いますが、ここに肝臓がありますので、こちらをポチッと押してください。そうするとですね、これが、もうすぐこれで出てきてるわけです。で、まあ、肝臓の機能とかっていうのは、まあ皆さんにちょっと、ね、解説するのもちょっとあれなんで、まあ、大体この辺出てきてる遺伝子を見ればですね、ああなるほどなるほどと、いうような遺伝子がこう来てるんで、出てきてるんではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、こういう感じでですね、出てきます。でこの辺を見ながら、ちょっとどういう画面がこう出てくるのかなっていうのも解説しながらいきたいと思うんですけれども、今これ3番をこれから説明しますが、検索結果の一覧では、まあ、相当項目の切り替えですとか絞り込みとかリストへの追加ができると書いてあります。で、まあ、こんな風にですね、普通にこう、まあ、検索結果一覧でデフォルトでは10件出てきますけれども、今現在では、合計1265個が肝臓特異的と思われる発言を示していたというような、ことです。で、まあ、この辺をポチポチ押していただいて、表示件数を増やしていただいたりですね、あとはこの辺の相当項目、今回は組織特異的遺伝子で検索をしてますので、その組織の特異性が高いものをなるべく上位に今並べていますので、例えばじゃあこれが肝臓特異的なんだけど、組織の特異性はその中でもまあ低いので、あんまりもしかしたら肝臓特異的じゃないかもしれないみたいなのが今上位にこう来ていたりとか、まあ、こんな並べ替えをしたりですとか、まあ、この中でさらに例えば RNA シーケンスの発現量が一番高いやつだけ出してほしいとかっていうと、こうどん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 検索結果が変わることが皆さんのお手元でもう出ているんではないかなと思います。はい、で相当項目を切り替えてどのように結果が変わるでしょうか。ちょっとそうですね、いくつかちょっと相当項目を切り替えてみてください。であとはですね、絞り込みっていうことができます。今これ1200件あります。
やっぱりなかなかこう1200件全部一個一個ですね、こう見ていくのはなかなか大変ですので、まあ、その中からですね、じゃあさらに、今回の例ではですね、遺伝子名に例えばじゃあ肝臓特異的遺伝子なので、まあ、リバーみたいなのを含むデータが何件じゃあるかっていうのをちょっと調べてみてください。そういう場合はでこの左側の検索条件というところを見てですね、遺伝子名というところをクリックします。そうすると遺伝子名による絞り込みということでこんな感じで出てきます。でここにですね、じゃあリバーを含むなので、このインクルードの方を押してください。でもしリバーを含まないっていうんであればこのエクスクルードの方をクリックするようにしてください。今回は含むのでインクルードを押します。でそうするとこんな感じで出てきます。でこれは随時外したり入れたりできますので複数入れることもできます。でじゃあこの条件で絞り込みというふうにすると、そうですね、さっき1200件ぐらいあったんですけれども、その中で遺伝子名にリバーなんとかを含むのはなんと13件だけしかないということが分かりました。まあ、こんな感じですね。で13個であれば一個一個見てってもそんなに時間はかからないと思いますので、人間の目で見て調べられるレベルになったなということが分かります。今5番をやりました。でじゃあ、さらにですね、また遺伝子名の項目でエクスクルード、除外する方ですね、その文字を含まないっていうふうにするのをこのソルートっていうのを入れてみましょう。となるとおそらくですね、この辺が消えるんですよね。こう今上位にソルートキャリアなんとかなんとかっていうのがこう上に出てきてると思うんですけど、まあ、これはもう知ってるから見たくないよっていう場合はこういうことをすればソルートと打ってエクスクルードします。でそうするとリバーを含んでるんだけど、ソルートはいらないというような条件になるわけです。でそうすると、13個から11個になりましたんで、上の2個だけが消えた計算になりますね。ので、まあ、こういうような条件、リバーを含んでソルートは含まない肝臓特異的遺伝子というと、わずか11個しかないということになるわけです。でこの遺伝子の名前ってちょっと外れるんですけど、例えば何でしょうね、このギャップジャンクションプロテインベータ1なんとかっていうのはどこにもリバーを含んでないじゃないかと思いの方いらっしゃるかもしれないですけれども、この遺伝子の名前っていうのは先ほどもうちょっと串田さんのところでも説明があったと思うんですけれども、その名前って結構難しくてですね、みんな結構好きなように名前つけるんですね。例えばこのギャップジャンクションプロテインってやつはですね、ちょっと業界が変わるとですね CMTX1 とかこう呼んでる人がいたりとかですね、何でしょう GJB1 とかですね、もうこれ同義遺伝子って言ってですね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、もうこんなような感じでいろんな名前がついてるわけですので、ここのレフェックスではここの名前もですね、その絞り込みの対象に入れてますので、もし名前が出てこないっていう場合はこの辺に入ってるか、もしくはこの正式名称の方が違ってるか、どっちかですので、この辺ちょっと注意して検索してみてください。それでですね、次はさらにですね、必ず含むデータセットのオールにチェックを入れると検索結果はどう変わるでしょうか。今ですね、ジーンチップだけ必ず含む、マイクロアレイのデータだけ必ず含むようになってるんですけれども、じゃあ全部 EST もジーンチップも KG も RNA シーケンスも全部なきゃダメだというデータの場合だとどうなるかというと、あんまり変わんなかったですね。11件から1件減りましたね。1件だけなんかどっか片手打ちのデータがあったみたいですね。まあ、こんな感じで出てきます。まあ、必ずしもこの4つ揃ってるからといってですね、信頼性が高いわけでも何でもないんですけれども、まあ、全部こう 4つ比較したいよという方はこの辺活用されるといいと思います。でこの辺見てみてもですね、そのどうでしょう、その皆さんが想像してたよりもデータがこう揃ってないような印象がありませんでしょうか。どうでしょうか、まあ、こんなもんだなと思ったという方もいらっしゃいますでしょうし、こんなに違ってこれ信用できるのとかっていう話になってくる
と思うんですけれども、まあ、それぞれですね、あの実験手法によって、まあ、癖ですとかその得意な分野、得意な何でしょう、あの測定のあやみたいのがこうありまして、まあ、それによってこう違ってくるということがあの分かるわけです。でちょっと申し遅れましたけど、ここに載ってるデータっていうのはあのもう皆さん誰でも活用できるあの公共データから、我々がですねこう40臓器分類してですねあの並べられて、こうやって皆さんにワンタッチで見せるのにふさわしいデータをですね取ってきて加工をして、本来はまあ皆さんこれ自分ご自身でやられればあの同じものを作れるんですけれども、まあ、これやるのは非常に手間ですので、まあ、そこのところ我々がある程度さあらかじめ先に計算をしてこういうウェブのインターフェースであの提供すると、でそうすると皆さんはポチポチクリックしていくだけで、まあ、こういうデータが簡単に見れると、まあ、そういうコンセプトでやっています。ので僕らがですねあの自分でこうデータをサンプリングして実験をしてこのデータを出しているわけではなくて、あの世界の誰かがですねあのこうしこしこ一生懸命実験をしてくれたデータをありがたく再利用させてもらっているというようなあのデータになっています。なのでなるべくいいデータを我々も集めてますけれども、まあ、必ずしもそうじゃない、あのこの中で言うとやっぱり EST っていうのはかなり大昔からあのいわゆるそのシーケンスのクオリティが低い頃から結構やられてデータを堆積しているところもありますので、やっぱミスシーケンスなんかも多かったりする例が多々あります。まあ、そんなようなあの例えば弱点があるよですとか、例えばジーンチップで言えばですね、あのこうざーっと見てみるとなんかジーンチップだけやけにこうなんていうんですかね、発言のこのバーが高いような気がしませんかね。まあ、これなんかもマイクロアレイやったことがある方はちょっとあのご存知かと思うんですけども、マイクロアレイはそのハイブリダイゼーションをしている関係でどうしてもその発言のバックグラウンドゼロがこう高くなってしまうっていうようなあの弱点があります。ただすごい安価にですね、最近では安価で作れて簡単にこうできるのであの普及今したんですけれども、そういう弱点があるようですとか、あと最近の RNA シーケンスなんかですと言ったらはっきり発言してないところは全くバーが上がらないんですね。でゼロはゼロになるんです、ちゃんとっていうような、あのなので発言してるところだけバーンとバーが高くって発言してないところは全然低いみたいな形でデータが出ますので、まあ、そんなようなその先ほど申し上げた、測定手法の、いいとこ悪いとこみたいなのもこんな感じで比較することができます。はい、ということで、まあ、こんなようにしてですねあのデータをこう絞り込んだ後は、右上のダウンロードボタンを押すと、今回10件ありますけれども、こうダウンロードポチッと押すとですねあのこの10件が、Excel ファイルになって落ちてきます。タブ区切りファイルですね、 Excel ファイルじゃないですね、タブ区切りテキストがダウンロードできます。でここはですね、トップページから1個飛んできた検索結果一覧の画面で、さらにじゃあもう、この中でですね見たいのはどれにしようみたいな感じ、あちょっと一回最初に戻ってですね、実習ではフィブリノーゲンアルファチェーンをやることになっていたので、今私はこの家紋みたいなマークですね押すとトップページに必ず戻りますので、どこ行ったか分かんなくなったらここポチッと押すとトップページに戻ります。でもう一回肝臓をしてですね、そうすると全部この辺リセットされますので、最初からやりたい方はこれ FX のボタンを押してください。でここですね、フィブリノーゲンじゃアルファチェーンを例にこの講習ではやりたいと思うんですけれども、この詳細ここをポチッと押すとですね、詳細データが表示される。大体この3段階です。トップページ、検索一覧、詳細情報、もうこの3つです。この3つを行ったり来たりする、まあ、そういう簡単な使い方です。でこの1個前の検索一覧では、この4つの実験手法とあとこの10分類、本当は40個あるんですけど、それをさらにこう10個にギュッとまとめたデータが出ていますので、必ずしもこれ肝臓なんで一つしかないんですけど、他の臓器なんかだと複数臓器があってこう平均をしちゃってる関係で低いのになんか本当なのみたいな場合があるので、ちょっと今回はちょっとズルをしてですね肝臓で説明をしちゃってるんですけれども、まあ、そうすると、こんな感じで40分類に展開したデータがこんな感じで出てまいります。でそうすると次は
ヒートマップですね。で、この右側に左側にですね、この発言のヒートマップが出ています。でこれ人体の 3D モデル、このボディーパーツ 3D っていうのはこれもですね DBC レスが作って開発しております。でこれ一個一個ですね、メディカルアーティストと呼ばれる人はですね、一個一個絵を描いてですね、こうぐるぐる、例えばちょっとこれなんかももしかしたらうまくいかないかもしれないですけど、あ、うまくいきましたね。ぐるぐるこう回ります。まあ回るから何なんだって話でもあるんですけど、これ肝臓なんでね、大きい臓器で非常にわかるんですけど、例えば何でしょう、腎臓はどこだっけ、まあちょっと医学部の皆さんにこんなこと言うのはあれなんですけど、腎臓どこだっけなとか、胆のうってどこだっけなんていう時に、まあなんとなくこんな感じでですね、ぐるぐる回すとその辺がよく見えたり、あともうちょっといいのは、これの脳の頭の部分なんですけど、頭のその何でしょう、サンプルって結構よく海馬ってどこだっけとかっていうのはなかなかその辺の専門家じゃないとはなかなか分かんないところがあるんですけど、例えばじゃあ脳幹ってどこだっけとか海馬ってどこだっけとかっていうのもちょっと今出てこないですけど、多分皆さんが今これポチッとおっしゃったところも あるんで出てこないんだと思うんですけど、まあ、脳にフォーカスした今みたいなこういうぐるぐる回る絵なんかも作れますので、こういうのをぜひ脳のところはこんな活用していただければなと思います。で右側にですね、この組織40分類のデータが出てきて、このバーにですね、マウスオーバーをするとそれが何の臓器だったかという名前がこう出てきます。こういう感じですね。はい、ということで今7番をやりまして、あで7番8番をやりました。で9番ですね。でここにもダウンロードボタンがまたありまして、でさっきと違ってですね、これはこの1個の遺伝子について、詳細情報が、全部ダウンロード、この発現データですね、40分類の発現データがダウンロードできるというボタンになっています。であとですね、下の方に行くと、それぞれそのこの当該エントリーについて、まあ、どういう ID が振られているか、でこれですね、お気づきの方はいらっしゃるかもしれないんですけど、先ほど来申し上げている ID の話ですね。で ID って実はいっぱいあってですね、1個の遺伝子に対して1個の ID じゃなかったりする場合もあるんです。なのでレフェックスの場合は漏れをなくすために、多対多対応をしています。1対1で対応が全部つかないんですね。例えばこのレフセックっていう ID がありますけれども、この ID に対して必ずしもこの一個一個のペアじゃなかったりする。例えば、まあ、一番多いのはこのプローブセットの ID っていうのが複数ある場合なんていうのもありますので、例えば同じフィブリノーゲンアルファチェーンで検索をしてて、しても、3つとか4つとか出てくる場合がありますけれども、それは必ずですねどれかの ID が違ってるんです。なのでなんでこれ間違いじゃないかと言われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、よくこの ID のところを見ていただくと、先ほどのですねこの一覧でも出てくるんですけど、ここの ID の部分、この ID の部分を 見比べていただけるとですね、どれも同じペアはありませんので、その辺をちょっと見ていただければなと思います。でちょっと話は飛びましたが、実習ではですねプローブセット IDのリンク先をクリックするとどういう情報が見れるでしょうか。まあ、それぞれですねこれクリックすると NCBI のページにこう飛ぶんですけれども、プローブセットの ID だけはちょっと変わっていてですね、これをリンクを開くとこういうページが出てきます。でプローブセット ID っていうのは、ジーンチップのマイクロアレイ の ID のことなんです。でこの IDHGU133 プラス2って書いてあるんですけど、こういうマイクロアレイがありまして、これの ID が、205649の S の AT っていう ID です。でマイクロアレイなので、マイクロアレイってごめんなさいちょっと質問なんですけど、マイクロアレイは全然わかんないよっていう方はどんぐらいいらっしゃいますか。あ、なるほど。っていうかそれ以外の方はなんとなく、じゃあなんとなくわかる、もしくはやったことあるというような感覚でいいですかね。はい、そうですね、はい、じゃあざっくり説明をすると、そのマイクロアレイはプローブっていうのがあって、その、まあ、今回アフィメトリックスのアレイなんですけれども、そうすると10本こうプローブっていうのが立っていて、こう ATGC の並びがですねこう立ってるわけです。
で、それを実は検索できると。どこにデザインされているか、そのマイクロアレイのプローブってやつが、まあ、PCR のプライマーみたいなもんですね。PCR のプライマーが、まあ、簡単に言うとですけど、10本いろんなところにこう設置をされていて、それがこう反応してハイブリダイゼーションが進んでいくみたいなところがありますので、結構どこにデザインされているかっていうのは結構大事だったりします。っていうのをですね、実は、ここ右クリックするとですね、こんなページに飛びました。でちょっとこれですね、名前をググるなと言います。はい、これちょっと名前がふざけてるっていう皆さんによく言われるんですが、結構中身はまともな、かなり使えるサービスです。で、まあ、ググるなってことなんですよ。で、結構その検索しろ検索しろとかって言われるじゃないですか。でも検索するのはいいんですけど、例えばですね、この ID を Google 検索したらどうなるかというところなんですけど、例えば分かんなかったらすぐググりなさいとか先生とか言うと思うんですけど、そうするとまあこんな風に出てくるわけなんですけど、何でしょうね、これはね、まあこういう、あ、なんかこういうエンリッチメントなんとかがあるんですけど、まあ、今回私が調べたいのはこのプローブがどこにデザインされているかを知りたいんですけど、その情報っていうのは実はですね、あんまりよく出てこないかったりするんですが、このググルナでですね、こういう検索をするとですね、どこにデザインされているかっていうのはすぐ分かるという、そういう優れもののサービスです。で、これレフセックっていう非常に高精度な遺伝子のデータベースがあるんですけれども、それのエントリーに、全部検索をかけてですね、この10本のプローブがですね、これ全部、5プライムから3プライムまでこうなってるんですけど、どこの場所にこう色が変わってるところが、プローブが設計されているところなんですっていうような、こんなことが実は分かってしまうという、こういう優れもののサービスです。でそれ以外にもですね、これ結構亜種的な使い方でちょっと脱線しちゃうんですけれども、まあこういうことなんです。遺伝子を Google のように検索できるサイトです。それなのに、まあ Google な、まあ Google 内でここで検索、 Google 内で検索してくれという、まあそういうような名前、ネーミングなんです。なのでもういろいろできます。もう遺伝子のことはここに来たらいいんじゃないか。例えば、まあ、単純にこういう塩基配列を検索してみると、例えばこういう、これのどんぐらいでしょうね、12マーぐらいですかね、12マーぐらいの短い配列ですけど、まあレフセックのどこにヒットするかなんてはこんな風に簡単に出てきます。あとホメオボックスっていうのを含むレフセックのエントリーはどのぐらいあるかっていうと、まあこんなような感じで、割ともうノートでしょ、1秒かからないぐらいで検索返ってきます。まあこんなような、もう何でも検索するっていう、そんなサービスもやっています。ちょっとすみません、脱線しましたけども、結構こういう有用なサービスも我々の方で、提供しています。でこれのゲノム版もありまして、ちょっともうこれも脱線なんですが、ゲノム版はですね、これがGoogle なではなくてゲゲゲノムと言います。これもちょっと名前がですねふざけてるんですけど、超絶高速ゲノム配列検索、ゲゲゲノムと言います。でちょっと前は某 NHK の番組で JJJ とか流行ったんで JJJ ノムとか呼んでるんですけど、まあ、響き的にはゲゲゲノムの方がいいかなと僕個人的には思うんですが、まあ、どちらで覚えていただいてもいいんですけど、ちょっと名前があれなサービスとして覚えていただければ幸いなんですが、まあ、これは先ほどのがですね、レフセックのエントリー限定だったんですけど、もうこれはゲノムです。ゲノム全部に同じことをするということなので、こういう塩基配列を全部ゲノムに当てると、人のゲノムに当てた時にどの箇所に当たるかみたいのをもう一発、まあこれ、まあ、ちょっと前ですとブラスト検索をしてですね、やっていたと。で例えばまあこんな短い配列投げるとですね、短すぎだとかって言われてですね、やってくれなかったり、あとものすごい時間かかってですね、1日待ったりとかするようなケースがあったと思うんですけど、これご覧の通りですね、超絶高速なんです。なのでぜひともこの辺使っていただいてですね、日頃の
時間短縮に活用いただければなと思います。でこれ実はあの先ほどあのこの基礎知識のところであの紹介したページがあったんですけど、この内藤祐樹というのがですねあの作っております。で彼があの実際にこう講習をやってますので、詳しくですねあのこのゲゲゲノム、もしくは当時はまだグーグルなしかなかったんですけど、まあ、グーグルな使い方ですとかゲゲゲノムの使い方をちょっと調べたい、使ってみたいっていう方はこちらの方を当たってみるとよろしいかと思います。はい、すいません、非常に脱線をしましたが、次はですね11番ですね、オーソログ対応遺伝子について人とマウスで比較するということなんですけど、まあ、オーソログ対応遺伝子、今回これはあの人でやってますけれども、ここを切り替えるとマウスで見たりラットで見たりできるんですけど、でこのフィブリノーゲンアルファチェーンのマウスのじゃあオーソログはどうなったかなんていうと、ここを押すと、まあ、このように簡単にポチッとするだけで出てきますっていう話ですね。そんなに面白くはないんですが、あとはですね12番、これもちょっと着物機能で、これ今一個一個ですねあのデータを見ていったわけなんですけれども、リストっていう機能があります。でこれリストに追加するってあるんです。ここポチポチちょっと押してってみてください。そうするとまあ上から何でもいいんですけど、こんな感じでリストに入れていきます。でリストに入れるのはいくつでも入れられます。でリストを入れるとですねあのこういうふうにリストを見るっていうところがこう3とか押した数だけ増えてると思います。あのあれですね、アマゾンのカートみたいな感じですね。だ気になったやつはちょっとポチ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 こう入れていくと、あの備忘録というか、あの一回、ブラウザを閉じなければあのずっとキャッシュで持ってますので、まあ、ちょっとしたメモというか付箋代わりにこうチェックしていっていただければと思います。で、まあ、こんな感じでですね突っ込んだらですねリストを見るというところを押すと、今、3遺伝子が比較対象リストに入っていますと。で、ここにですね遺伝子を並べて表示ってあるんですけど、まあ、今回3つだけなんでいいんですけど、まあ、5個も6個も入れていただいた方はですねその中からちょっと3つまで、今はちょっとスペースの関係でですね3つまでしかちょっと横で並列で比較ができないので、3つ選んでいただいて比較するってところをします。そうするとポチポチポチとして、で3つ選んだらば、遺伝子を並べて表示とします。そうするとですね、先ほどの遺伝子の詳細ページ、あれ一個一個しか見れませんという話だったんですけれども、そうするとなかなか不便なところがあって、まあ、こんな風にですね、横で比較ができると、あの40分類でこんな感じで、一つの画面で比較ができると。こういう感じですね。まあ、発言のデータもそうなんですけど、それ以外にこの ID の情報、まあ、先ほどあの同じ遺伝子の名前でも ID が違うようなんて話をしたんですけれども、まあ、そういうのもここを見ればですねあのどれがどれだけ違うかっていうのが分かります。であとはですねこう下の方に行くと、ちょっとあんまり説明しなかったんですけど、例えば遺伝子のファミリー、インタープロの ID がそれぞれ遺伝子についています。あともう一つは有名なあの機能を記述するあの辞書のプロジェクトであるところの遺伝子オントロジー、ジーンオントロジーっていうプロジェクトがありますけれども、それのタームがこんな感じでついています。でこれ全部ですねあのこうなんてハイフンがこう書いてあるんですけど、これあの全部ですねあの横に並んでれば、同じタームを持っています。例えばこれは全部同じものを3社で共通して持ってるんですけれども、この一番上のアナトミカルストラクチャーなんとかっていうのは、この左側の遺伝子しかジーンオントロジーとしては与えられていないと、まあ、そんなようなあの差分が分かるようになっています。でこれはですね着想としてはあの価格 .com っていうあの電化製品とか売ってるあの比較サイトがあると思うんですけど、あれであの皆さんやっぱりスペックとか比較したりしますよね。値段が安いだけじゃなくて、例えばこういう機能は絶対あってほしいとか、ね、こういう大きさ寸法を測ったりとかっていう、まあ、そんなようなのがこの遺伝子でもできると結構いいんじゃないかなっていうところで、まあ、こんな機能をつけています。それでですね、はい、で並列に比較するところで見えてくる違いは何でしょうかっていうところなんですけど、これいろんな使い方がまあもちろんできると思います。あのこう発現データを比較する、例えば、これ肝臓特異的遺伝子なんですけども、肝臓以外にじゃあ他の臓器では発現がどうなんだとか、他の実験手法ではどうなのかとかっていうのももちろん見るのも一つですし、
まあ、ID を見比べても、でも ID を見比べてもあんまり分かることって少ないんですけど、私個人的にお勧めしているのはこのジーンオントロジーをこう比較するというのが一ついいと思います。でこのジーンオントロジーっていうのがこう、まあ、この遺伝子の機能の説明書みたいなもんなんで、この、機能の情報がついている、例えばこの辺レスポンスとなんでしょうね、ストレスとかスティミラスとかウンディングとかっていう機能に多分この左側の遺伝子は関係しているんですけど、真ん中の遺伝子はあんまりそういうタームがないんですよね。でも単純に調べられてないだけなのかもしれないんですけど、おそらく左の遺伝子と右の遺伝子は、肝臓特異的遺伝子では共通してるんですけど、働きとしては多分違うところで働いてるんじゃないかななんていうのが、なんとなくこれを見ると一個一個見てると多分わからないと思うんですけど、こうやって横で比較をするとなんとなくそんなのは透けて見えてくるというようなことをですね、まさにこう仮説をここから作っていくというようなツールとして使えるんじゃないかというふうに考えのもとを作っています。はい、とちょっとだいぶ喋ったんですが、ちょっと時間を取りまして、最後13番ですね、自分の研究テーマに関連するまた興味のある遺伝子について検索してみましょうということなので、ちょっとそうですね 2,3 分時間をちょっと取りますので、今私が説明したところ以外にですね、ご自身の追っかけてる遺伝子ですとか、ちょっと気になってる遺伝子ですとか、まあ、そんなのをですねこのレフェックスでちょっと入れてみて、検索をしてみてください。はい、はい、大丈夫です。これ組織特異的で、はい、今さっき言ったようになんか遺伝子を、はい、取ってきますよね、はい、それが逆にその組織の中で何番目に特異的に強く発現するかっていうのは検索できる。今はできないですね。その何上から数えて何番目ってことですよね。今リストはできますよね、はい、高い順とか、はいはい、まあ、それで探していくしかないっていう感じになります。今のところそのこれスコアをちょっと出してるんですよ、その組織の得意度合い、その得意度合いっていうのは結局何でやってるかっていうと、その組織得意的っていうのは結局他の組織では全然出てないんだけれども、ある臓器だけで外れ値みたいに出てる。でその外れ値の度合いみたいなのがやっぱ出るわけなんですよね。でそれの度合いでスコアを出していて、でそれがだん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 こう普通になっていくっていう風に並べてるので、あまりその順番までユーザーの人があんまり必要ないかなっていうちょっと判断を今のところして、もしあったら非常に便利ですかね、順番。分かんないです。まあ、うん、できるかな。ありがとうございます。ちょっと今後の開発に役立てたいと思います。今ですね、その組織特異的なところ のご質問いただいたんですけど、ちょっとこれもまだいけてないところはいくつかお気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけど、例えばここの絞り込みでですね、肝臓特異的で、例えばまあよくやるのは肝臓と、じゃあ何でしょう、脂肪組織と両方で特異的とかって調べたりとかって結構したりすると思うんですが、これをやろうとするとですね、ちょっと困ったことに単純にこう足し算をしてしまってるというね、こういうちょっと残念な仕様が若干あります。これはつまり脂肪でも得意、脂肪組織でも特異的、もしくは肝臓特異的っていうちょっと検索結果になってしまってるので、今ちょっと開発中の次期バージョンではこれがもう少し細かくどちら含んでもいいのか、全く含んじゃいけないのか、細かく条件分けができるように今ちょっと開発をしているところですので、まあ、ちょっとこの辺なんかも少し不便なところはちょっとまだあるんですが、近日中に
来月再来月中ぐらいには新しいバージョンが出ますので、その時にはもう少し細かい検索ができるようになっています。それ以外に何か、使っててこれどうなんだみたいなところがあればですね、ぜひ教えていただければと思いますが、それではですね、まあ大体どうで大丈夫そうですかね。まあこういう感じで作っているんですが、これあと今磁気バージョンが出るって話をしたんですけど、磁気バージョンではですね、今この正常組織40個だけなんですけど、磁気バージョンはですね、理研のファントム5っていうプロジェクトがあるのご存知ですかね。あるんですが、それは何をやってるかっていうと、組織もそうですけど、組織ですとか初代培養細胞ですとか、あと細胞株を、数でいうと600とか700個を全部こうもう全部シーケンスしちゃえみたいな、そういうやんちゃなプロジェクトがありましてですね、それのデータも見れるようになっているんですが、なかなか一般の人がですね、一般の人というか普通にこう気楽にちょっとできるようなインターフェースではない現状ないので、それをですねこういうレフェックスに入れてやってですね、こうポチ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 するだけである程度発現状況が分かるだけでいいんだけどっていう人向けにですね、そのデータを全部レフェックスに突っ込んでですね、検索して閲覧できるような仕組みを今作っておりますので、磁気バージョンではちょっとそれが一つの目玉になっておりますので、1ヶ月以内ぐらいには出ると思いますので、ちょっとそちらもご期待いただければなと思います。はい、それでは、続いてですね、ちょっと時間もあれなので、でもしダメだったらこれをやろうと思ってたんですけど、この我々のですねレフェックスの競合サービスなんです。これバイオ GPS っていうのがあります。これも同じで、ヒトマウスラットのさまざまな細胞組織や細胞株における遺伝子発現プロファイルのデータベースということで、これはですねこれマイクロアレイだけなんです。アフィメトリクスのマイクロアレイであるジーンチップの、発現プロファイルのデータベースです。でこれも結構非常に便利でですね、昔ね私自身も結構使っていたんですけれども、今ちょっとレフェックスを作ってますので、これよりも便利だと私は自負をしているところなんですが、人によってはこちらの方が使いやすいという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと今日は実習で時間の関係もあるのでちょっと飛ばしますけれども、こんな感じで以前昔からもずっとこの講習会で紹介したりもしていますので、ご興味ある方はですね、ちょっとレフェックスが気にならないという方はですね、こちらの方も非常にこう順番で簡単にできるようになってますので、ぜひ試してみていただければなと思います。そしてですね、じゃあ、後半あと1時間弱ありますので、後半はですね一個一個の遺伝子ではなくて、例えば数十数百数千みたいな人間の目でこう見れないような遺伝子群っていう場合の、それをじゃあどうやってその生物学的に解釈をしていくかっていうような、そのもう一つ発現データの解析の、必ずぶち当たるところだと思うんですけれども、そんなような話をしていきたいと思います。で、最初に紹介するのはこのデイビットっていうデータベースがウェブツールがありますけれども、これは何に使うかっていうと、ここマイクロアレイデータの、生物学的な解釈って書いてあるんですけども、これはまさにその NGS のデータに置き換えても全然もちろん構いません。結局その発現データをマイクロアレイで出そうが、その RNA シーケンスで出そうが、結局やることは最終的に生物学的にその解釈をしなきゃいけないっていうところは一緒ですので、これ読み替えていただいてももちろん構いません。マイクロアレイデータだけじゃなくて NGS データももちろんこれ使います。
で、まあ、こういうその大規模な解析っていうのは何をじゃあ目的としてるかっていうと、まあ、一番大きいのは実験条件によって得られたその数百数千みたいな遺伝子群がこう差のある遺伝子みたいな感じで出てくるわけなんですけれども、まあ、その発現自体がですね生物学的にどういう意味合いがあってそういうことが起きたのかっていうのを考えるっていうのが一つ大きな目的の一つだと思います。まあ、それをですね、まあ、簡単に一個一個こう遺伝子を追っかけてですねそこから特徴を見出すっていうのもできるんですけれども、なかなかそれをやると時間もお金も限りがありますので、時間ばっか経っちゃってしょうがないということなんで、まあ、これをコンピューターにこういうのをやらせると非常に彼らは得意ですので、まあ、それをやるツールの一つです。でこれはですね、そのマイクロアレイの結果にジーンオントロジーの用語、先ほどレフェックスでも出てきましたけれども、その遺伝子のその機能を、記述しているそういう辞書があるんですけども、その辞書を使うことで、それを使ってどれだけそのセットの中にその用語が入ってたかっていうのを、見ると、そういうツールですということなので、まず最初にですね、じゃあ今回は、実習なので、もう実際にですねサンプルデータを使ってこのデイビッドを使っていこうと思います。で今回はですねサンプルデータとして NCBI の GEO っていうレポジトリが、世界最大のレポジトリがありますけれども、そこから、まあ、誰でも皆さん誰でも取得できる、まあ、公共 の発言データを使っています。でこのデータっていうのはですね、ここちょっとクイズみたいになりますけれども、ある実験の前後の2群間で優位に発現減少した遺伝子群のリスト、まあ、よくあるコントロールと、実験群の2群比較、まあ、非常に単純な形なんですけど、まあ、一番基本的なところですの、そういうある実験の前後2群間で発現がガクンと減った遺伝子群のリスト、まあ、よくね、よくやられる解析の一つだと思うんですけど、まあ、そういう例として今回用意しています。でこのマルヒ遺伝子リストっていうのを用意してるんですけど、これをですね、右クリックしてこうやって開いていただくか、名前をつけてリンク先を保存していただくというふうにしてください。でこう見るとですね、まあ、こんなのは ID がバーッと書いてあるだけのこういうテキストファイルです。でこれをですね、人間がですね上から読み上げていってもですね、全く何のことかわからない、まあこれ分かる人がいたら大変なことなんですけど、まあ、まず分からないんですが、まあ、こういうのをですね整理してぐちゃっとして解析してくれるのはコンピューターが非常に得意ですので、まあ、こういうデータを、まあ、皆さんがこう実験をした時にこう用意ができたとしてっていうそのイメージで捉えてください。まあ、こんなような ID のリストを用意すれば、そこから生物学的な解釈ができると、まあ、そういうようなニュアンスです。そしたらば、これをですね ID をごめんなさい、全て選択をしてコピーしてください。そうしたらば、じゃあ早速デイビッドを使って発現データの結果を生物学的に解釈するということをやっていきたいと思います。でデイビッド、上の方にありまして、ここですね、デイビッドを開きます。そうするとデイビッドはこんなようなインターフェースになっていますが、この左上にですねスタートアナリシスというところがあります。でここを押しますと、アップロードしてくれと、ジーンリストをアップロードしてくださいって言われているので、ここにペーストアリストってありますけど、ここにペーストをします。そうするとこんな感じで入ってきます。ですね。で入ったらばですね、じゃあ次にこの ID は何の ID なんですかっていうふうに聞かれてますので、このデイビッドの優秀なところはですね、かなり多種多様な ID に対応しているところが一つ特徴です。まあ、フィメトリクスの ID から、アジレントの ID、あとアンサンブルのジーン ID ですとか、トランスクリプトの ID とか、まあ、結構こう下まで見ていくとですね、まあ、どれか一つは必ず皆さん、あ、これは知ってるわっていうのがあると思いますっていうぐらい、結構多種多様な ID が対応していますので、まあ、もしなかった場合は、またちょっと後日というか後でちょっとお話ししますけれども、 ID のコンバージョンっていうこう変換もできますので、まあ、そんなようなところでちょっと対応していただければなと思います。
で今回はですねアフィメトリックスの一番上です。3プライム IVTID っていうところなので、まあ、初期設定のままで構いませんので選びます。で次にですねこのリストのタイプは何ですかって言われているので、これジーンリストの方にしてください。でバックグラウンドって書いてある場合は、もしその候補の遺伝子群のリストがある程度、例えば1万個とかっていうふうにこうもう自分で決めているようなものがある場合は、それをじゃあバックグラウンドとして最初に投げておいて、でその後で自分で人員リストって感じで投げると、さらにその、まあ、統計解析の P バリューの出し方がちょっと変わってくるっていう話だけなんですけど、まあ、よくわからない方はもうそのままで構いません。こういう自分の得たデータだけ人員リストで突っ込めばいいんだと覚えておいてください。で細かいことを気にしだした人はちょっとこの辺も勉強していただけると幸いです。で、こうセットし終わったらばサブミットリストをします。そうするとですね、一つ分かったことがありまして、ここに出てきました。そうするとアラビドプシスタリアナって書いてあります。そうすると生物種がなんとなくというか、もうこの生物種なんですね。白犬ナズナです。植物のモデル生物ですね、モデル植物ですねの ID が、1個はちょっとよく分かんない ID が入ってたんだけども、2928個は、アラビドプシスの ID とマッチしたよっていうふうにしてくれてます。なのでまあまあ OK でしょうということ でこれをじゃあ使って、解析をした結果っていうのがですね、ごめんなさい今ガンガン来ちゃってますけれども、今5番ですね、アップロードしたリストっていうのはこれリストの1っていうところに今入っていますけれども、まあ、これをじゃあ名前を変えたりとか、削除したりとか、あとリストを別々で上げて後でコンバインすることもできます。で、もう結果が出てまして、このファンクショナルアノテーションツールというところを押します。そうすると、ですね、まあ、こんな感じでいくつか出てくるんですけれども、今回は、ジーンオントロジーですね、この上から2つ目赤い字の上から2つ目のところを押します。まあ、そうするとこんなような感じで、バーが出てくるわけですけれども、今ですね7番ですね、で8番これからやります。で今回はゴーターム BP ファット BP バイオロジカルプロセスって書いてあるんですけど、ジーンオントロジーって今日初めて聞いたという方いらっしゃいますか。あ、割と少ないですね。いつもジーンオントロジーよく知らないんだけどっていう方はほとんどだったりするんですけど、じゃあちょっとですね、まあ分かんない方も分かんないままでもそんなにね大丈夫だと思うんですけど、一応この3つあります。ジーンオントロジーっていうのがバイオロジカルプロセスっていうその生物学的なプロセスに関する辞書と、あともう一つセルラーコンポーネントといって、その細胞のどこの箇所で発現している遺伝子なのかっていう情報の辞書が一つで、あと一つはモレキュラーファンクションっていうその分子メカニズム的な、記述をする。でこの3つで表現をするとなんとなくその遺伝子の人となりが分かるよっていう、まあ、そういうようなプロジェクトなんです。なので、まあ、この GO の解析でもその3つそれぞれ、バイオロジカルプロセスとセルラーコンポーネントとモレキュラーファンクションの3つでそれぞれ考察することができます。なので、でそのバイオロジカル、ごめんなさい、ジーンオントロジーは何て言うんでしょう、階層構造になってるんですね。階層構造って分かりますか。上から大きな何て言うのか定義があって、何でしょう、なんか前はねあれだったんですよ、長野でやったのでちょっとそばの話をしたんですけど、そばっていうのをですね、全然そばのことを知らない人に説明するときに、まあ、なんて説明するかっていうと、まあ、麺類で、で例えばそ、なんでしょうね、麺類で材料はそば粉っていうのを使って、そばの実をとかっていう、まあ、そういう話をするんですけど、ラーメンとは違うわけですよね。わかりますかね。すいません、非常に変な話なんですけど、蕎麦とラーメンは違うわけなんですよ。だけど例えば蕎麦もラーメンも知らない人からしたら、これ同じヌードルじゃないかって言われる可能性はありますよね。なんですけど、その材料がもちろん違うと、もう分岐するわけです。こう階層構造が、小麦粉からできてるのかそれ以外でできてるのかっていうので全然
違うこう村に行くわけなんですよね。っていうようなのを遺伝子でもやってるわけなんです。例えば転写因子なのかそうじゃないのかっていうのでまず一つ分かれたりしますよね。でさらに例えば極材でいうと細胞質にあるやつなのかそれとも核内にあるやつなのかでグループがこう分かれていきますよね。まあ、そんなような形でジーンオントロジーも組まれていて、この試しにですねバイオロジカルプロセスの一番上を見てチャートってところを見に行くとですねすごいこうでかいんです話が。バイオロジカルプロセスの、何でしょう、メタボリックプロセス、メタボリックプロセスって言ったってもいっぱいありますよねっていうことだし、レスポンス・トゥ・スティミラス、まあ、刺激への応答とは刺激ってなんだよって話もありますし、あともっとでかいのだとセルラープロセスだよとか言われて もう何のことかよくわからない、上に行きすぎると一般的すぎてよくわからないんですね。で逆にこう下の方5番っていうやつを見に行くとですね、そうすると今度これ細かすぎるんですね。今度は細かすぎてよく分かんなくなるっていうところがあって、一番いいのはじゃあどこの、まあ、全部これ見ていってですね正しいところを探っていくのは大切なんですけど、このデイビッドではさらにそれを吉野にしてくれるこのファットっていうものがあります。これなんでファットかっていうなんてもうちょっとここに書いてあり、あちょっと今これは出てないですけど、いろいろ歴史的な経緯があるんですが、このファットが便利だっていうのだけ今日覚えて帰ってください。でそうするとファットを見に行くとですね非常にこうちゃんとしたって言っていいのか分かんないですけど、それっぽいゴータームが素敵なことに選ばれてるっていう、まあ、そういうセットです。なのでデイビッドを使った時はファットを使う、ファットのバイオロジカルプロセスじゃないゴージーンオントロジーを使うっていうのを覚えて帰ってください。それで今回これ8番今やりましたけれども、でそうするとファットを今クリックしました。でクリックしますと、こんな感じで出てきます。でこれ統計検定をしててですね優位性の高いものから上にこう並んでいるわけなんですけれども、一番上はですねこのフォトシンセーシスっていうタームが一番上に上がってきています。でその下もですねフォトシンセーシスライトリアクションとか書いてあるわけです。フォトシンセーシスってどうでしょう皆さんご存知ですか。これちょっと英語だとあれなんですけど光合成のことですね。光合成でバイオロジカルプロセスなんで生物学的なプロセスのどこに関係している遺伝子が一番じゃあ今回投げた2900個ぐらい3000個ぐらい投げたわけなんですけど一番多かったかっていうと光合成に関する遺伝子が多かったっていう、まあ、そういう解析結果なわけです。でさらにじゃあ、どこに極材している遺伝子なのかを見ていくと次この、CCFAT の方ですね見ていただくとこんな感じになってます。でそうするとプラスチドとかプラスチドパートとか、クロロプラストパートとかっていうなんかちょっとこうなんでしょう中学の生物中学高校の生物で聞いたことあるような単語が出てきました。でさらにじゃあもう一個ついでなんで、モレキュラーファンクションの方も見ていくと、そうですねコファクターバインディングですとかクロロフィルバインディングクロロフィルですよクロロフィル、まあ、この辺なんかちょっと耳なじみの全く多分聞いたことないっていう人は多分こちらにいらっしゃらないとは思うんですけれども、この3つからですね、考えられる、まあ、一番ヒントになるというかそれっぽいのは多分バイオロジカルプロセスだと思うんですけど、このまあ3つの、バイオロジカルプロセスとセルラーコンポーネントとモレキュラーファンクションのこの解析結果を見てですね、まあ、本来のデータ解析の場合はどういう実験をしたかっていうのは、まあ、もちろん皆さん実験をしてるんで分かってるはずなんですが、まあ、この逆引きですよね。結果だけ分かってる解釈だけしなきゃいけない、その実験が何であったかをいつもはまあ出す必要はないんですけど、まあ、その何て言うんでしょう考え方の練習というかどう考えたらそういうデータセットに行き着くのかっていうのを今回皆さんにちょっと調べて考えていただこうと思います。でもう一回おさらいなんですけど、このデータっていうのはある実験の前後2群間で優位に発現が減少したと。その発現が減少した遺伝子っていうのはジーンオントロジーとして見てみると
なぜだか分かんないけど、光合成に関するものが多かったとか、あの状況証拠としてはですね、あ、間違えた、ですとか、細胞の極材でいうとプラスチドとかクロロプラストとかで多く発現したものが入ってたっぽいとか、あとはモレキュラーのファンクションで見てみると、クロロフィルとなんかバインディングして、作用している、機能しているっていうようなことが、まあ、状況証拠としてはなんとなく見えてきたんではないかと思います。でちょっとここもですね、時間を取りますので、まあ後で答え合わせもしますので、ここのですね、サンプルデータの答えを押しちゃうと出ちゃうので、ここはちょっと押さないでくださいね。まあ、こんな感じで出てきてるわけなんですけど、まあ、このじゃあデータがじゃあ答え合わせをするときに、どの実験、どういう実験だったか、あるコントロールとある実験、この実験っていうのは何をした実験なのかが、なんとなく、全くドンピシャ正解が分かんなくてもいいと思うんですけど、この状況証拠から察するに、こういう実験だったんじゃないかっていうことが考察できると、いざ自分のデータをデイビッドに投げた時に、あ、結構リーズナブルだなと思うか、あ、なんでこんなのが出てきてるんだっていうのが分かったりもするので、まあ、その一つの、まあ、訓練というか練習としてこういう課題になっていますので、ちょっと5分ぐらい時間を取りますので、ちょっといろいろ、まあそれ以外にもですね、私が今書いた以外にも他のこの例えばバイオロジカルプロセスの3番を見てみたらどうかとか、いろんなこうルートでこう探っていくとですね、いろんな状況証拠が見えてくるんじゃないかと思います。でそんなにこれ難しい実験じゃないです。先ほど来言ってる通りで、中学か高校の生物での教科書に載ってるレベルの、現象だったり、実験なのかな、だったりしますので、そんなに本当に難しくないです。中学高校の生物の教科書に載ってるレベルの現象または実験ですので、ちょっと思い出していただいてですね、ちょっと考えてみてください。植物を使ったデータです。植物を使っていて、光合成に関係する遺伝子群が下がるっていうのはどういう実験だろうっていう、まあ簡単に言うとそういうことです。となんかこのデイビッドの使い方でもし質問等あればこの間に受けますけれども、それも含めてちょっと検討してみてください。はい、最初のリストを入れるときというのは、はい、はい、ID ですね。ID でないとあかんのですかね、はい、というと、例えば遺伝子の名前とか、次世代シーケンスで出てきたようなやつはどうやっていいですか、はいはい、それも多分おそらく、その例えば次世代シーケンスで出てきたやつも結局最終的にマッピングをしたり、遺伝子に当てたりしますよね。例えばその先がおそらくレフセックの ID であることが多いんじゃないかと思うんですけれども、そのレフセックの IDであれば、ここにですね、このレフセックの ID がここにありますので、ここをポチッと押していただいて、でこんな感じで立ててリストをバーッと入れていただければ、結局同じように、最終的なこのリストとしてここに入ります。でもし生物種が間違っていたり、全然合わないと、ここがアンノーンが全部とか、そんな知らないよって言われちゃったりもする場合も、そうするとどっちかが間違ってます。対応が間違ってるか、この選んだ先が間違ってるかの可能性があるので、ちょっとその辺いじってみるとちゃんと合う場合がありますので、はい、はい、ありがとうございます。例えば、はい、今この GO タームの BP ファットを開けてるんですけど、はい、のところ、はい、これ一番下のところに、はい、1716人が Not in the output って書いてあるじゃないですか。 From your list
はい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 、はいはい、これそしたらあの出し入れた遺伝子のうちのここに書いてある数この1700いくつかはカウントされてないってことですか。そうですね、そう多分原因がもしかしたらその5タームがそもそも振られてない遺伝子である可能性が多分一番高い。つまりリストとしてその今持ってる、はい、どんな機能を持ってるか分かんないのを投げて知りたいじゃないですか、はい、その時にその半分ぐらい例えば魔物によると思うんですけど、はいはい、だから大方 100% がその中に振られたら、はい、あなんかデータを見てくれて、はい、その中から抽出されたっていう気がするんだけど、はい、なんかヒットしてないのがあるとちょっと不安になったりするんですが、うん、そんなことはそういう解釈じゃなくてその単にどういうふうに考えたんですか。そのどこまでそれを求めるかにもよるんですけど、うん、その3000個を全部明らかにしなきゃいけないっていうんであればあのおそらくその前の段階として全部に、GOID がちゃんとついてるかどうかをまず一回確認した方が本当はいいです。で、まあ、今回その辺全部すっ飛ばしちゃってとりあえずまあこういう3000個があった時に投げたって言ってここにねご注目いただいたのは初めてでいや非常に着眼点として素晴らしいところだと思うんですけど、そういう今回のケースで言うと半分落ちてるっていうことなんですよね。だからその原因はおそらく私が考える限りでは多分 GOID がついてない植物のやつだと結構多かったりもするんですね。で GOID は今オンゴーイングで進んでるプロジェクトですのでもう全部あるわけじゃないんですよ。だもう今まさに毎日毎日更新をされていて一個一個 ID がついたりあとついてた ID がなくなったりとかもしてるんですよね。なのでそうなんです。なのでその辺ちょっと注意して前はついてたんだけど今はないっていうのは結構リアルにあるんですよ。なので変な手前味噌の言い方ですけどデータベースはちゃんと維持しないといけないし更新しないといけないっていうところがあるので、まあ、今回のケースだと半分は落ちてるんだけど逆に言えばその半分はちゃんと機能付けがされていてで分類されてだいたいその1500個のうちどれが多かったかっていうのはこれで分かるわけなんですよ。今分かってる範囲の中で、はいはい、読み解くのにはそうなんですもちろん、まあ、これで十分、はい、そういうふうに考えて残りの1500個がどうしても怪しいっていうんであれば、うんあとは別の方法で探すしかないですよね。はい。なるほど、わかりました、はい。ありがとうございます。すいません。はいはい。リスト数なんですけど、はい、どこまで絞り込んだリストを載っけたら有意かどうか。はい、結果が出るかあまり絞り込みすぎると、はい、またそれはあまり確かでないかなと、はい、そうですね。それは非常にいい質問で正解はないんですよこれ、まあ、もちろん生物種もよりますしサンプルにもよりますし、まあ、一般的な話をするとやっぱり多い方が母集団が多い方がちゃんとした P バリューが出たりする。例えばこれ100個投げたらこんなに多分有意性が上がらないと思うんですよね。だけどどうしても100個しかないんだって場合はそれでしょうがないんでしょうけど、でそういう場合もう少しカットオフの値を下げてやって多少増やしてやるとかっていうような、であとは何でしょうね、うん、私なんかも段階的にこうカットオフしたこういうチャンピオンデータを用意しておいて、でデイビッドに投げてみて、でどういう結果が返ってくるかを見比べたりしてます。それである程度、まあ、ある程度自分で決めてるリーズナブルなラインってあるじゃないですかっていうのを大体見極めていくっていうような作業が、もしご自分のデータでやられるっていう場合であればその辺を少し、試行錯誤した方がいいと思います。さあということなんですがどうでしょうか皆さん、なんとなく答えが分かってきたというこれじゃないかっていうのを分かった方いらっしゃいますかね。もしこうじゃないかって発表したいっていう方いらっしゃったらもう間違ってて構いませんので、もちろんさすがにねやっぱり皆さんの前で発表するのはちょっとあれですよね、はい、ということで、まあとりあえず皆さんの心の中に答えは用意されたと思いますので、まあ、それとじゃあ現実がどうだったのかというところをちょっと比較してですね、なんでそう自分が思い立ったのかと答えはなんでそう違ったのか
合ってたのかということを考えていただけ考える材料にしていただければなと思います。で答えはですね、ここをポチッと押しますと出てまいります。こういうことだったんですね。白犬ナズナの植物の細胞と細胞壁分解酵素を用いて取り除いた植物細胞、あの植物細胞ってあの細胞壁があって四角いんですけど、ね、細胞壁を取っ払うと丸くなるっていう、あのよくやるやつですよね。であれをプロトプラストとかって言うんですけど、まあ、これ結局その植物が脱分化するっていうあの例の、ね、大昔からやられてる古典的なあの植物の研究ですけど、まあ、そういうデータなんです。でなんでこうなのかっていうところをどうでしょう、ちょっとおかしいんじゃないかっていう方いらっしゃいますかね。どうでしょう。今度じゃあこのその皆さんの心の中にあった答えとですね、この現実がどうギャップがあったかっていうのを考察すると、なかなかその自分の思考方法はですね、どこでそうなっちゃったのかなっていうのをこう検証する、まあ、答え合わせなんですけど、まあ、いい一つの訓練になると思います。その自分のデータを考察するときにも結局同じ思考をするわけなので、まあ、これは正しいとか正しくないとかではなくてですね、どういうその発想をしていくかっていうのが結局そのデータ解析の肝であり、その研究者としてのセンスというか、ね、どこに着眼するか、どこを捨てるかみたいなところが、あの結局肝になってくると思いますので、その一つの訓練ですね。でちょっと解説をすると、結局こういう植物の脱分化の前後のデータだったんですけど、脱分化っていうのはどういう現象かっていうと、結局その植物の細胞としての機能を失うっていうことなんですよね、一つは。でもう一つは、もう一つの側面はあのいわゆるその iPS 細胞ですとかで話題になってますけど、初期化をすると、あのもう一回接ぎ木とかするわけじゃないですか、植物って。あれの一つの、まあ、あのメカニズム的な根本的なところが植物細胞の脱分化なんですけど、だ機能を失って、またさらに万能性と言っていいのか分かんないですけど、まあ、植物の場合万能性があると言われてますので、万能性を獲得する一つのその準備段階というかトリガーになってる現象ですよね。で今回は、下がった方ってことなんで、今まで機能をしていた、で植物細胞の機能って何かっていうと、まあ、光合成をすること以外ないんですよね。まあちょっと語弊があるかもしれないですけど、光合成をすることが主な植物細胞の働きなわけです。それが脱分化をした、まあ結果としてどっちがあの鶏が先か卵が先かの話なんですけど、脱分化をしたから機能を失うのか、機能を失ったから脱分化したのか分かんないですけど、まあ、そういうことなんです。フォトシンセシスがすごく下がったっていうことは、つまり機能を失った、まあ、一つの証拠、状況証拠なんですよね。なのでこれちょっとわざとというか、上がった方は出してないんです。上がった方はきっとここから考えると、何かその万能性、植物の万能性ですとか、その初期化に関係する遺伝子ないし、何かそういった現象に関わる遺伝子がそこに含まれていると考えるのがある程度リーズナブルだということなんです。なので、まあ、多くの人はこの下がる方を見てもあんま面白くないんですね。下がる方はこれはもうポジコンというか、あ、それはそうだ、それはそうだよねという、もうこれが下がるよねと、じゃあさて、じゃあ上がった方は何だったんだろうかっていうのを見るときはちょっとこうドキドキする感じですよね。研究してる人としては何が言ってんのかなっていうところで、見ると。なので、まあ、こういうところにその大規模解析の面白さというか、で結構意図しないやつが入ってたりもするんですよね。で結構リーズナブルの中に、あれなんででもこんな全然一見関係なさそうなタームだったり遺伝子だったりが入ってるんだろうみたいなことがよくありますので、まあ、そういう解析、まあ、大規模な解析をこうする生物学的な解釈をする時のツールの一つとして、こういったデイビッド、まあ、デイビッドに限らないですけど、まあ、これ非常に今皆さんにやってもらって分かった通り非常に簡単なんです。コピペして貼り付けてボタンをポチポチ押すだけでもう結果が見れるということで、5分かからないぐらいで結果が分かるので、非常に敷居としては低いサービスですので、ぜひともですね、ご自身の結構大規模な解析やられてる方多いっていうことでしたので、ご自分の、まあ、研究室なりでやられてるデータでこういったものを使ってみると、新たなその切り口が見えてくるんじゃないかなと思います。はい。
ということで、そうですね、どうしようかな。もう一つですね、ちょっとあのパンサーっていうサービスがあります。でこれはあのデイビッドに非常に似たサービスなんですけど、まあ、もうそのまま書いてある、デイビッドに似たマイクロアレデータの解析ツールって書いてあるんですけど、まあ、あのどっちを使っても僕は構わないと思うんですけど、まあ、好き嫌いにだと思うんですけど、まあ、デイビッドというのは例えば解析結果があんまり芳しくないと、もう全然これはリーズナブルなデータばっかであまり新しいところなんかないよなんて時に、例えばちょっとデータセットのその整理の仕方が違ってるわけなんです、デイビッドとパンサーでは。なので、まあ、いわゆるそのセカンドオピニオンじゃないですけどとして、こういうパンサー別のそういう分類ウェブツールを使ってみるっていうのも一つの手段です。なので先ほどと同じデータを使って解析結果にどのような違いがあるのかを調べてみるっていうことがまあ簡単にできるわけです。さあではこれ使ってみようっていうところなんですけど、残念なことにですね、このパンサーは、サポートされている ID が非常に少ないということで、先ほどのデータの ID はそのまま使えません。ああもうこれ使いたくないなとなっちゃうんですが、まあ、ちょっとそうは言ってもちょっとやっぱりこっちで見ておきたいっていうケースがありますので、先ほどちょっと予告をしましたが、この ID の変換っていうことをやれば、ある程度こう対応してないものでもできると。まあ、これはそのデイビッドとパンサー、デイビッドとパンサーの関係に限らずですね、先ほどご質問いただきましたけど、ご自身が持ってる ID は全然ここに載ってないんだけど、いやでもそれでもデイビッドやりたいんだとかパンサーやりたいんだって方は結構いらっしゃると思うので、この ID をこう変換する、いかに変あのうまく変換するかっていうのは結構質問もよく受けますし、あの統合 TV のコンテンツとしても何本かあの載っています。でそこで有名なのがバイオマートって言われてるこの ID 変換ツール、または ID をこう ID ですとかデータを全部取得するよう一括で取得するような仕組みがあるんですけど、まあ、これを使うのも一つ手なんですが、まあ、今回はデイビッドの中で、ID 変換機能っていうのがありますので、それを使ってみたいと思います。で ID 変換はですね、あの先ほど残ってる、デイビッドに戻っていただいてですね、ここに書いてある通りですね、スタートアナリシスをクリックした先のアナリシスウィザード、スタートアナリシスをクリックした先のアナリシスウィザード、ここですね、ここの方に下の方に、GNID コンバージョンツールっていうのがあります。これのことです。これをポチッと押しますと、ID 変換したいリストがすでにアップロードしている場合にはそのまま、オプションの1のこれの項目って書いて、皆さんどうでしょう、あの1回多分落としてなければこんな感じで前の画面のようにですね、先ほどのリストが残っていると思います。で残ってない方はあのもう一回一回アップロードしていただいて、まあ、このリストの状態になったところから始めてください。でこうなっていたならばオプションの1の項目を変換したい ID に変えるというふうに書いてありますので、これですね、今は、アヘメトリックスの3プライム IVT の ID が入ってるわけなんですけど、まあ、それからじゃあ何に変えたいか、このデイビッドで活用できるほとんどの ID と変換できるので変換ツールとしてもデイビッドは優秀なんです。で、今回は例題ではですね、アントレジン ID に変えましょうと書いてあります。これはあの NCBI の、 あのデータベースであるところのジーンっていうデータベースがありますけれども、それの ID です、 GeneID って言われてるやつですね。で上から10番目ぐらいですかねに Antre GeneID っていうのがあります。でこれに変えたいと。で Antre GeneID は、パンサーでも検索可能なんですね。なのでこれを、選択をして Submit to Conversion Tool ということで、これですね、 Submit、そうすると、叱るのうちにですね、ちょっと時間がかかりますけど変換をしてくれています。でそうすると、ID 変換の対応表が出力されると。で右上の方の、ダウンロードファイルっていうところから対応表を、ダウンロードできますと。
っとあれですね、これ多分みんなで一斉にやってるのでちょっと向こうの方も大変なのかもしれないですね。本当はもうちょっと多分早く、こんなにかかんないような気がするんですが、帰ってきてる方っています？もう帰ってきてる方はどんどん先に進んでくださいね。で、帰ってこない方はちょっと気長に待ちましょう。で、次の作業としてはですね、このアントレジン ID の行のみ、いくつかこう対応表なんで、両方の、元々の ID と変換済みの ID の行っていうのができるんですけど、このアントレ ID 行のみに整形したテキストファイルが出てきますので、あ、こんな感じですね、こんな感じです。で、フローム、これが元々の、アフィメトリックスの ID から、トゥが、アントレの GID に変換したものっていう。で、このリストがこのダウンロードファイルから得られるので、ここの2の行だけ、後でコピペします。で、ちょっとこれいちいちコピペすると大変なんで、すでにここに用意してあります。変換済みマル秘遺伝子リストですね。ちょっとここにこんな感じで出てきてますので、まあ、これをまた例によって、例のごとく全てを選択してコピーします。そしたらば、実習 3-2 ということでパンサーを使って、まあ、同じことをします。で、ちょっとまたこれも使い勝手がですね、若干デイビッドと違うので、ちょっとこれを見ながらですね、適宜やっていきましょう。まずこのコピペしたやつなんですけど、コピーしたやつなんですけど、 Enter ID ってところに入れるか、 Upload ID で、ファイルをアップロードします。今回はコピーしてる方がほとんどですので、ここにポチッと入れて、で、セレクトリストタイプでアップロードするリストの種類を選んで、今回は ID のリスト、このままですね。この辺はちょっとデイビッドと似てます。で、生物種を今度選びます。で、そうなんです、デイビッドは自動判定なんですけど、パンサーはちょっとその辺まだいけてないようで、選ばなきゃいけないですね。で、アラビドプシスが下の方にあります。で、次は、5番ですね、セレクトアナリシスでスタティスティカルオーバーリプレゼンテーションテストっていう、まあ、エンリッチメントアナリシスとかね、こういうような、エンリッチメントテストもありますかね。ちょっと3番目やってみましょうか。で、サブミットします。おあれ、なんか間違ってたっぽいですね。あれ、うまく入りませんね。これもしかしたら ID がちょっとなんかうまくいかないんですが、うまく皆さんも言ってないでしょうか。ちょっとこういう時はポジコンを見ます。東 OTB でこれと同じやつをやっておりましてですね、何がうまくいってないのか、なんかもしかしたらカンマを入れなきゃいけないとかっていう、そうですよね、 IDあれ、なんでこれうまくいってますね。何が気に入らないんでしょうか。あれ、ダウンロードしたファイルではうまくいきましたね。あ、ありがとうございます。そういうことらしいです。この動画でも、ダウンロードしたファイルをやっておりましたので、まあ、こういうことがまあまあありますなので、これをじゃあダウンロードしましょう。ダウンロードしまして、ダウンロードしまして、お、存在しています。
おそらくですね、なんかここにセパレート IDs by スペースはカンマとか書いてあるんで、もしかしたらちゃんと明示的にスペースかカンマを入れないとコピペする場合はいけないのかもしれないです。ちょっとこの辺もいけてないですね。でパンサーね、吉野にしてくれないというところで、で入れて入れてスタティスティカルにすると、あ、ありがとうございます、いけましたね。こんな感じで出てまいります。そしたらば、6番ですね、セレクトリストとアナライズということで、解析するリストを確定します。リストが選択されていることを確認したら、フィニッシュとセレクティングリストということで、これか、押します。次に7番ですけど、セレクトリファレンスリストを選びます。デフォルトではセレクトリストで選んだ生物種のホールゲノムリストが選択されているので、他の生物種と比較したい場合は選んでくれって書いてあるんで、今回とりあえずこのままにデフォルトでしましょうか。そして最後にサーチオプションで、まあ、今回はデフォルトのまま Go バイオロジカルプロセスに入れておきま す, です、ね、このままやると検索結果が返ってくると。こんな感じで返ってくるわけですね。ちょっとまた見てくれなんかも少しデイビッドと違ってるんですけど、パンサーの場合は、なぜかですね、あ、これ ID がまた変換した、影響なのかもしれないですけど、3000個投げて、デイビッドでは3000個あったんですけど、今回のケースだと2400個ぐらいだけがマップされたと。でアンマップ度は600個ぐらいがアンマップだったという結果になってます。この辺は多分 ID 変換 の, あの結果なのかもしれません。でそうするとこんな感じで上からザーッと出てくるわけですけど、どっちの方が見やすいかということなんです。でこっちだとジーンオントロジーが結局あの上の階層、かなりその概念的な何を示してるんだかよく分かんない、例えばメタボリックプロセスとかやっぱり結構上に来ちゃってるんですね。これ例えばじゃあ何でしょう、デイビッドで見たようなタームがどこに出てくるかっていうと、ちょっと探さないとないですね。レスポンスとストレス、今回みたいなデータセットの場合はやっぱりある程度その整理されたデイビッドのあのファットデータベースでやった方がなんとなく良さそうだなっていうのは、まあこれを見あの先ほどの画面と比較していただけると、こういう画面ですね、こういう画面と比較して、まあ、どっちの方がすぐパッと分かるかっていう、まあ、これも好き嫌いの問題なんですけど、まあ、あとデータによってはここの一発目の画面でかなりあの分かりやすいタームが出現したりする、まあ、もちろんそのデータの分布にもよるんですけど、あの出てくるケースもありますので、まあ、どちらがいいのか、まあ、このケースだとやっぱり、まあ、どうしてもデイビッドの方がいいのかなという、このサンプルのデータの場合はですねっていう気はしますし、皆さんも多分そう思われるんじゃないでしょうか。のでこれだけ同じデータを使ってるはずなんですけど、見せ方というか見え方がちょっとだいぶ違うというようなことが分かると思います。でパンサーの一つ、まあ、いいところというか
このジーンオントロジーのこのタームが母数が大体わかるんですね。今のところこの例えば何でしょう、セルラーアミノアシッドメタボリックプロセスっていうタームがついてる遺伝子はおそらくこう780個あって、今回投げたサンプルの中に146個あったと。だいたい平均的に期待される数としては、まあ、67個ぐらい あったらまあ普通なんだけど、まあ、それよりも若干多いよね、若干というか多いよねっていうことである程度 B バリューがこう低いっていうような、まあ、まあこんなようなデータも、パンサーの場合は出てくると。でデイビッドも出てくるんですけど、ちょっとちょっと掘って探しに行かないと見えなかったりもするので、まあ、この辺の使い勝手というか、まあ、目的によって多少どっちを使った方がいいのかが分かれてくるのかなというような感じもします。細かい解説なんかはですね、動画で紹介をしていたりもするので、こちらですね見ていただいたり、あとはですね、別の参考動画の中で別のデータを使ってます。人の脂肪細胞の分化過程で発現増加した上位500個の遺伝子リストなんていうのもありますんで、ちょっとこれをですね、余裕のある方はですね、同じように入れていただいてパンサーで見ていただく と、今のこのアラビドプシスのデータよりはちょっと若干見やすいんじゃないかなと思いますので、ちょっとそれを入れて見比べてみてください。あ、これもまたもしかしたら、あ、これで入れないですよね。これも、ファイルで落としといた方がいいと思います。でちょっと時間まであと十数分あるので、まあだいたいこんな感じで終わりになるんじゃないかと思いますので、ちょっと適宜皆さんやっていただいて、であとその間全体を通して何か質問等々あればお受けする時間にしたいと思いますので、ちょっと時間まで皆さん前に戻ってやられても構いませんし、ご質問ある方はいただければなと思いますので、ちょっとじゃあ10分ぐらいですね、そんな感じで進めたいと思います。あ、ごめんなさい、あとですね全部紹介しきれてないんですけど、この辺はもし今回こういった発言解析ですねをもう少し自分でちょっといろいろやってみたいなっていう思われた方向けに、 NCBA の GO の中で、まあ、データの検索をしたり生データを実際そこから取得をしたりですとか、あと簡単なその統計解析とか、あとグラフを書いたりなんていうのは全部 NCBA の GO の中で実はできるので、そんなようなこれ過去の実習、もう少し時間が長い実習でこれをやったんですけれども、そんなようなのもこんな同じような感じでプロトコル形式でこう載せていますので、まあ、この辺ですね見ながらやっていただければできるようになっていますので、もしこれでちょっともう少し自分のデータと公共データをこう比較してみたいなとかっていうふうに思われた方はですね、この辺やるとできるようになりますので、ぜひともこの後ろの方もですね参考にしていただければなと思います。